お疲れ様です。今回はプリンシーデジアートの中でもゴールドですね。こちらの方に注目してサイトの方を見ていこうかと思います。こちらの方がね、プリンシーデジアートの公式サイトになっております。まあこれは普通のサイトなんで一般公開されてますから限定ではなくてね、一般の公開動画として私も撮らせていただこうかと思います。 ただ会員専用というところはね会員さんでないと見れないようになってますのでそちらの方は今回割愛しますね、えー、まずこのプリンシーデジアートまあゴールドを扱ってる会社なんですけども金の上昇によってですね、えー、利益を積み増しているっていうところもありますしそれによって会員さんには金の積み立てをね毎月毎月ドルコスト平均法みたいにしていただいてそこから会員さんには利益を還元しようっていうそんなビジネスモデルになってます ですんで、金が安定している、もしくは上がり続けてくれれば、利益っていうのは分配できるんですけども、金が値下がりをしたりね、金が暴落してしまうと、途端にこの事業っていうのは、頓挫してしまうってことになります。え、それを避けるために、金以外のブランド品の売買とかね、実際の店舗運営とか、その他のビジネスモデルを持って、リスクヘッジもしているって形になります。で、今回注目したいのが、 金の売買手数料なんですけども、金価格が歴史的に高騰しているのは確かです。今後、さらなる上昇も見込まれます。ただね、中国の景気がいいっていうところに支えられて売れてるところもあるんですよね。だから中国の景気が今みたいに冷え込んで、その時期が長ければ長いほど、もしかしたら金っていうのはね、手放す人が増えるかもしれません。金を手放す人がいれば、金の価格は下がっていくんですよ。 だから、絶対に上がるみたいな神話じゃないよってことはね、私たち消費者としては覚悟しておかなければなりません。で、当社がスタートした段階では予想できないほどの金価格の上昇ですと。で、この度、金の売却手数料5月20日支払い分より期間を問わず一律売却金額の5%ということになるということでね。じゃあ、今、金の価格ってのはどういうふうになってるのかってことをチャートを持ってきました。はい、ここ5年の試算ですけども、5年前、 4000円から5000円の間だった金の価格ってのが現在1万2000円前後になってるということでねものすごい値上がりを見せてるわけですよすごいですねで基本的に金って歴史上値上がり続けているまあ金以外にも不動産もそうですけども人口が増える限り食品でもエネルギーでもこういった高級品でも取り合いになりますからね生産が追いついていない以上 やっぱり資源限られてますから値上がりを続けていくってことになりますで逆に人口が減ると値下がりが始まるってことになりますまあ日本なんてこれからねあの土地とか空き家とかっていうのが増えていく傾向にありますからもしかしたら一戸建てとか持ちビルってのが自分たちの負の不動産になってくるのかもしれませんねはいでドラゴンコインっていうのが発表されておりますと、うん、100枚限定ということですね これは金で作ったコインなんですけども、ね、これがね、運を招くというふうに言われてますけども、まあ、運がいい人ですよ。これを買えるぐらいのお金が余ってる人は。ねこういうのもあるよってことです。ウェブサイトから予約してくださいってことになってますね。私もね、パンダコインってのを買ったことがあるんですけども、あれどうなっちゃってるのかなと。買ったことすらもう忘れてますけども、パンダコインって値上がりしてんのかなと。わからないところですけども、パンダコインっていうのはね、 中国の記念コインなんですよ、やっぱり、うん。で、パンダコインそのものじゃなくて、パンダコインの NFT っていう形なんでね、バーチャルなものなんですよ。ですんで、何とも言えませんけども、でもね、私がね、パンダコイン当時、5、6万で買ったと思うんですけども、それが今どうなったのかなってことを見てみましょうか。まあ、同じものではありませんけども、パンダコインと言われてるやつですね。ちょっと待ってください。 えー、36万2626円になってるの本当にだったら売りたいな売りたいなだったらな五56万で買った覚えがあるんですけどねはいということでちょっとまあああいうふうな情報もね出してましたけども金の価格がこの5年で倍以上になってるっていうのは本当ですね、はい、それでは今回は以上です